ポルトガル・マデーラ諸島の枯れた岬でのグリーンフラッシュ。新潟空港で撮影されたグリーンフラッシュグリーンフラッシュは太陽が完全に沈む直前、または昇った直後に緑色の光が一瞬輝いたように瞬いたり、太陽の上の子が赤色でなく緑色に見えたりする稀な現象。緑線光とも言われる。地球の大気に斜めに入射することによって太陽光は プリズムによって光が曲げられるのと同じように屈折する。一方、太陽光は大気によるレイリー散乱のため短い波長から散乱されて波長の長い赤に近い光だけが地表に届くことになる。これが夕日の赤い理由であるが空気が非常に澄んだ条件ではより波長の短い緑の光まで散乱されずに届く。この時、赤から 緑の色に分離した太陽が上下に少しずれながら重なり合って見えていることになるが赤色の方がはるかに強いため太陽は赤く見える。しかし日没や日の出の際に赤色の太陽が地平線、水平線、雲で隠された時最長部の緑色の太陽のみが見えることになる。この光が大気の揺らぎによって瞬くものと考えられる。高い山、離島など 地平線や水平線で日没や日の出が見られ空気の非常に澄んだ場所であることが観測の最低条件となるがその他の気象条件にも左右されるのでその発生確率は非常に小さい。小笠原諸島の父島にある三日月山展望台は日没時に比較的グリーンフラッシュが見えやすいところとして有名である。2015年7月30日 沖縄県石垣島において、石垣島天問題が沈み切っていない太陽の縁で、見られる珍しいタイプのグリーンフラッシュの撮影に成功した。2016年10月8日、東京都小笠原村、父島高台の三日月山展望台で、夕方、水平線に太陽が沈む直前にグリーンフラッシュと推定できる緑の線香が見えたことが確認されている。 また、2020年8月19日18時30分頃、秋田県でグリーンフラッシュと見られる緑色の光が目撃された。グリーンフラッシュはジュールベルヌの恋愛小説、緑の光線で、これを追いかけるのが主題になっているので有名になった。見られる確率が低いことから、ハワイやグアムでは、グリーンフラッシュを見たものが幸せになるという言い伝えがあり、これは、 ニューカレドニアを舞台にした大林信彦監督の天国に一番近い島フランスを舞台にしたフランス映画エリック・ロメール監督の緑の光線日本映画恋する間取りなどに出てくる。なおクイズ番組クイズヘイキサゴン2で結成されたアイドルユニットパボの2枚目シングルグリーンフラッシュ伝説では具体的な地名は出てこないが南の島で見られる現象で 恋人同士で見ると結ばれるという伝説として歌われている。緑線光とは引く言葉んく石垣島天文台がグリーンフラッシュの撮影に成功父島でグリーンフラッシュ観光客らが完成。ありがとうございます。